一つ目の謎はなぜか彼が一人の部屋で独りいるないの飲まなければいけなかったのか。行動手の探偵の話を静かに聞いている。目の前の少女に探偵を続けた理由は簡単。彼はあの時知るべき宿命だけを与えたのだから。さあ犯人は誰？君は答えを知ってるね。だって君の目の前で全て起こったのだから。さあ犯人は誰？君が答えを言わせても僕が教えてあげよう。この事件の終わりの二つ目の謎は彼らが身を引いてわけ。本当に彼らの中に犯人がいたのか。少女はポケットの中忍ばせてナイフの握る。探偵は気づかずまだ話し続けてる。たった一つだけ狂った企画、事件で巻き込まれたもう一人の探偵。さあ犯人は誰？探偵は少女の手から断れねぎだったよ。とつ彼女の最後の手段だ。犯人は誰？ほら君のすぐ目の前にいる。これの目を言ってごらん。この僕の名前を。知られたくなかった。それでも情けが逃げないまで早く。さあ犯人は誰？答えが一つわかりやない。それも確認する術ももうじき手にくなる。さあ犯人は誰？ほら早く調べる僕の手が君をやめてしまうよ。もうじきないな。さあ犯人は誰？君は答えを知ってる。